どううもおはようございます気になる男シリーズ268話を送っていただきました非常にいい内容だったんですごく聞きやすかったなと思いますまあその中でまたねいくつかキーワードを取り上げてアウトプットをしていこうかと思いますまあまずねその、まあ、ネットで稼ぐとか YouTube で稼ぐとか在宅で稼ぐっていうのはねどういうことかっていうとまだまだそれができてる人は少ないという現実がありますよねで世の中には2つの考え方が、まあ、あるわけなんですけどもその1つ ね、あのみんなと同じことをしてると不安になるっていう人がいます、ね、あとねみんなと同じことをしてると安心だっていう人もいるんですよまず自分がどっちのタイプなのかってこととじゃあそのタイプのままでいいのかってことこれはねやっぱ一番最初に取り組まなないいないいいいととけこじゃないですかやっぱりみんなと同じように似たような時間に出勤して似たような作業をして似たような給料をもらって似たような連休を過ごす似たように渋滞に巻き込まれて似たように 老後2000万円問題に悩むまあこれは言ってみれば小中高とね基礎教育を受けてきてみんなと同じように進学してで例えば留年したり落第することをしてこなかった人が落ちる罠なんですよじゃあ何で罠かっていうとね私の高校時代やっぱりねいわゆるダブリっていう人がいましたつまり一個上の先輩のはずなのに同じ学年にいるんですよじゃあその 落ちこぼれた先輩が非常に寂しい思い悔しい思い情けない思いしてるかどうかっていうとまあそういう方もいたでしょうけども私が直接知ってる方はえらい幅を利かせてましたねうんなんか知んないけど1個年上ってだけで同じ学年にいてね何かっていうと俺は頭が悪いんだから2年かけて教わってんだよこの野郎2回修学旅行に来て「得だよナこの野郎」とか言ってからねなかなか面白くこういがっていたってところがあって人気があったところがありました確かにね その先輩、落第するぐらい成績が悪かったんで、去年やったことを聞いても覚えてないんですよ。でも一応ね、先輩去年どうだったんですかって言らね、聞くことはあって、そしたら偉そうに教えてくれるんだけど、よくわかんないけどなって最後にね、<laughs> 付け加えるそのユニークさがありましたね。まあこの先輩にしてみると、みんなと同じじゃない人生を歩んでしまったがゆえに、みんなと違う景色を見て、みんなと違う人間関係を作れたとも言えます。ちなみに、その先輩、 今近所でパン屋やってますね <laughs> 今でもね先輩って呼ぶんですけどね当時はあんまり関わりなかったんですけども何かねこうやって社会に出て何十年も経ってみてうんなんか顔は覚えがなかったんですけどもねこういろいろ素性を聞いてみたらあーもしかしたらみたいなそんなところでうっすらと記憶にあるかなっていうのは割と嬉しいもんですよねでちなみにねみんなと同じように見られてるっていうのは何も 日本だけの現象ではななくて、て世界中に似たようなことが起きてます。例えばヨーロッパ、うん、中国アメリカオーストラリアまあいろんな国籍の方とコミュニケーションをしているときに必ず聞かれるのがまあ今はねっか塾なんですけども「いや塾長も空手やってるんですか?」日本人はみんな柔道をやるんですか?」忍者ってまだいるんですか?」冗談みたいなことを真顔で聞かれるんですよ。いやいや逆に聞き返しますよね。 お前ら週末になったらいつも庭でバーベキューやってんのかって言いますよ。いや、塾長、勘弁してくださいよあんなでっかい一個建て持ってるやついませんよ確かにね、映画で見るイメージってのは、でっかい家にすごく大きなね、買い物バッグを抱えて、ドジャーンと置いて、で、週末はホームパーティー、もう庭で焼き肉みたいなね、バーベキューしてるみたいな図がありますけども、あれは一部の金持ちだけがやってることで、ほとんどの人は日本で言うと年収300万とか、それ以下の 給料でやってますからね。ひどい時にはサブプライドローンに巻き込まれて、未だに借金返してる人がいますからね。そう考えたらね、私たちがイメージするアメリカ人像、ね、10人からげにしている、オーストラリアの人、ヨーロッパの人、なんとなく日本人は凝り固まった先入観があるなと思いますけども、実は世界中の人が同じ先入観で、それぞれの国を見てるんですよね。中国人はみんなカンフーができると思ってそんな大間違いですから。<laughs> ほとんどの人はもうなよなよでデブデブなんですよ。 <laughs> まあこれももしかしたら一部の先入観かもしれませんしねで日本人女性はまあ知り合いに必ず芸者がいるっていうふうにね今もういつの時代だって話じゃないですか芸者なんていねえよってもう本当京都のね限られたところにいるぐらいで私たち日本人だって生涯にかけて芸者さんに出会うことなんてまあほとんどないでしょうね江戸時代の価値観がいまだにね世界中にはびこってるっていうのがその現実なんですよちなみに毎日日本人は寿司食ってると。 手が酢飯癖みたいなことを言う人もいますけども、これは単なる日本人いじめでしょうね、これはね。<laughs> そんなわけないだろう、みたいな。<laughs> お前らハンバーガーいつも食ってるのかって話ですよね。<laughs> はい。まあまあいろいろありますけども、みんなと同じ考えをしているのか、それによって安心を得るのか不安を得てるのかっていうところから、まあいろいろと紐解いて考えてみたんですけどね。みんなと同じだからいいもんではないし、みんなと違うからいいもんではないと。要するに自分がそれを使いこなしてるかどうかっていう個々の問題ってことになってくるわけなんですよね。うん。やっぱりこう、 思考停止しているというふうに言われたりとかね、同調圧力っていう言葉が日本人よく使われますけども、これ、実はね、同じように世界中で同じことが自国民に対して言われてるんですよ。それううこそフランスの人はね、フランスの人で、フランス人は同調圧力が強いねって言ってるわけなんですよ。うん、だからね、電車で、あの、何ですかね、若い女の子がメイクをすることを、 テレビで叩いてたりするみたいですよ。最近の若い子はみたいなね <laughs>。これ日本人と同じですよね <laughs>。笑えてきますよね、なんかね <laughs>。はい。それでね、ネットの仕事っていうのがあるじゃないですか。うん。ネットの仕事って今ね、主にそれを中学でやってる人って、案外40代、50代なんですよ。うん。要するに、自分の人生の途中でネットが入ってきた。特に就職氷河期って言われてる人は、 インターネットを仕事にすることによって逆転できるかもしれないっていうふうに思った世代であってその時にストライクしてるわけなんですよ、まあ、つまりネットバブルと就職氷河期っていうのはすごく親和性があったんですよねもっと言うとあの就職氷河期で行くところがない人が一発逆転でみんなこぞってネットをやっただからネットバブルが起きたと言ってもいいのかもしれませんそしてほとんどの人がネットで失敗したんでネットバブル崩壊っていうのがあったっていうのは非常に符合するなと思ってるんですよ で、そういうのを上の世代として見てきた今の40から4 5 6歳の人っていうのは結構有利なんですよねそこそこ自分の20代くらいですかねまあネットってものが入ってきて気が付いたらもう携帯は当たり前にあってとかねで途中でスマホに変わってみたいなで、もしかしたら ISDN 回線なんて知らずに育ってきたかもしれないですね ADSL 回線なんてのは私最近までやってたようなまああんばいなんですけども まあ生まれつき吹き貼ファイバーみたいな人もいるでしょうね今はね30代半ばから40代の方の中に、うん、もう最初はね本当そのプロバイダーとかの契約とかほんとに厄介であのネットの契約をして工事の人が来てもらったんだけどネットがずっと使えないみたいな状態があってね、まあ、それはここのボタンをユーザーが押さないといけないとかパスワードがどこに書いてるのか分かんないとかね。 パスワードとなんか知んないけど会員登録の番号がごっちゃになってきたりとかその他に暗号パスみたいなのがあったりとか一体どれを入力されるのかわかんないところからスタートしたりとかそのためのサポートが家まで来るジャパネットの高田みたいなサービスもありましたからねだったら最初っからボタンポンでシンプルにしとけよもしくは工事の業者の人が全部設定しといてくれよって話なんですけどもこれ工事の業者の人もよくわかんなかったんでもうユーザー任せにしてね読んどいてくださいって言ってからテキスト置いて帰るだけだったんですよそのぐらいの混沌した時期が あったんですよねでこれが私がだからねあのネットインターネットに出会った頃の、まあ、時代の背景なんですよ当然ですけど w i f i なんていうものは聞いたこともなかったです当時ねスマホも十分なかったんですよスマホがもうほんと新しいデバイスで、うん、みんな携帯でいいやって言ってた時代です一生スマホ使わないかもねみたいなね使いにくいなみたいなしかも何とか放題っていう通信料金が頭打ちになるプランもなかったわけなんですよで当然光ファイバーなんて聞いたこともなかったですよね あれは ISDN の次の ADSL 回線がもう行き渡った後に光にしましょうみたいな感じでまた一からね工事が始まったってことなんですよ。で、えー、と当時ねメールマガジンっていう仕組みも非常に構築が困難だったり、まあ、サイトですよねドメインとかこんなもん一部の専門家がやるだけでとてもじゃないけど手が出なかったんでホームページ作成代行業者ってのが私がその10年前ですよねうん40歳ぐらいの時には。 その業者さんがいたわけですよ。ホームページ作成代行。ホームページ1個作るのに基本料金20万。ページ1枚ごとに3万円っていうね。こんな料金設定でバカバカ売れてたわけなんですよ。すごいですよね。<laughs> それこそ無料でホームページできるスペースなんてなかったんで、専門家にお願いするしかなかったし、ホームページを作る専門家になれば、まあ濡れてに合の時期があったわけなんですよ。だからね、もう、何サイトのデザインっていう仕事もあったんですよ。サイト、ウェブデザイナーか。だからホームページの、その、 色とか写真とか配置文字の大きさとかああいうのを考える仕事で納品は紙ベースだったんですよ紙には書いて納品でそれを見たプログラマーがサイトを作るみたいな感じでねほんと笑っちゃうんですよ今フリーソフトでポンポンポンとかね無料アプリでパンパンパンとできちゃいますからねだからその時その時に応じてネットの仕事って言ってもこれだけ多岐にわたっていたんですよですごくししてました今はね さっきののウェブデザイナーの仕事ななんんてほとんどないとどいい思ますよそれこそホームページ作ろうかなーってぼーっと思ってた二十歳前後の人が勝手に自分でいろんなサイトを見てああできたできたみたいな感じで作ったりとか無料のホームページスペースもね山ほどありますんでそういうのを利用したりとかね有料のホームページスペースだってなんか月額500円みたいなのが出てきたりとかねもう安くてしょうがないみたいなところがありますよね。でこういった時代をくぐり抜けてきて今はすっごく便利になったんで今。 ネットで稼ぎたたいと思うんだったら、もう前例はねもうだいぶできてきたんですよで私たちの頃は前例ないんで教えてくれる人もいないわけですよただわかんないただ稼いでるぞっていうふうな喧伝だけあってね何をどうやって稼いでるのかはっきり言ってわかんないわけですよだからあのネオヒルズクラブみたいなところに入って一から教わっていくそして一番最初に私たちがこう考えたのはどうやったらとりあえずお金が稼げるのかなとこんなパソコン目の前にあって お客さんもいないし出店もしてないし商品もないのにこれどうやって稼ぐ仕組みがあるの天からお金降ってくるのと思ってたわけですでその仕組みを一から一からこうね聞いてみて構築してみると確かになみたいなのが積み上がってきて初めてお金が稼げたみたいなところが、まあ、セルフバック1日目だったっていうことなんですよね。で途中あの気になるとこのね前作なんですけどもタカさんは個性的って言葉を使いましたけどもこれ個性的であればいいってもんではないですね実はね。非常に残念ななことなんですけども 個性的であるのは、もうう、本当にこう皆さんね、自分の才覚を生かしていただいてもういいことなんですよ縦横無尽に個性的だってほしいんですけども残念ながらほとんどの個性は無価値なんですよでそう個性的であればいいのは本当にそれだけじゃダメなんですよね個性的であって喜ぶのはまあ一定家族ぐらいのもんなんですよ赤の他人様は赤の他人の個性になんて全く興味がないんですよ それこそね、なんかこう迷惑系 YouTuber みたいなとんがりすぎるぐらいの個性があったら別ですでもあれは好かれているというよりもただ有名になっただけっていうのがねありますけどもね、まあ、ヘズまりゅうみたいなのがありますけどもだからそういうふうなあのわここまではやりたくないよねみたいな個性だったら取り上げられるんですけども普通の個性っていうのはね個性的ではあるんですけども個性ではないんですよこの差っていうのものすごく大きいんですよ個性的なのと個性であるのとは全く違うんですよねだからこの辺がちょっと踏み違えるところの大きなところかなと思います さあそれで今度はビジネスの話に移っていくわけですけども売れなかったらどうするっていうねフローチャートがあるんですよまあこれはだからネオヒルズクラブで教わったんですけども売れなかったらどうしますって聞かれますよね売れなかったらやめるっていう選択肢と続けるっていう選択肢が分かれてますと当然やめて売れるようになることはないんで続けますよねで続けるにもまた2つの選択肢がありますそれは同じことをやり続けるね ココツコツとと、徹底でやり続けるっていうのともう一つは工夫して続ける。だから新しいものとして行動は似てるんだけどもちょっと角度を変えてみたのをやってみるってことになるわけですよじゃあ前回売れなかったから同じようなことをやったらまた売れないという同じような結果になる可能性は高いですよでもちょっとした工夫とかねちょっとした味をスパイスを加えることによってもしかしたら売れるかもしれないラーメンでもねそのまま食べるのと胡椒をかけて食べるのと味は全く違うわけですよ どっちが美味しいと感じるからまた別なんですよね。で、うどんもですね、冷やせば美味しいっていうタイミングと、あったかいのが美味しいっていうタイミングと、それをおー求めるお客さんの種類とってに分かれてくるんで、じゃあ、熱いうどんがね、売れたからっていうんで、熱いうどんばっかり出してくると、今度はこれが過当競争になって売れなくなるんですよ。じゃあ、熱いうどんが100杯ある中で、1杯だけ冷たいうどんがあったら、そこにお客さん集中する可能性もあるよねってことなんで、みんなと同じことをやればいいのか、みんなと違うことをやればいいのか、これはやっぱりね、 試行錯誤してて当たってみないといけないかな。いいいとけかそういう意味で言うとタカさんの言ってきた模索っていうのはあのいいことというよりも必要不可欠なんですよ常に模索なんですよ余裕でできることなんて何もないんですよねまあでも余裕でできるようにはなりたいと思うわけなんですけどさあその中でこれは確実に儲かるだろうっていう方法が一つあります今日はその話をしてこの動画を終わっていこうかと思うんですけどねこれをやったら確実に儲かることって何でしょうかそれはですね誰もが通る道で待つってことなんですよ ちょっと分かりにくいですよね。誰もが通る道で待っていて通行料をくださいって言ったら通る人が1万人いたら1万人から通行料がかける300円なら300円でもらえますよねこれをすることなんですよこれがだから最も早く簡単に稼ぐ方法いわゆる側近ビジネスなんですよ側近と言っても5秒後に入るのか1ヶ月後に入るのかっていう側近の感覚がみんな違うんですけども そうですね3か月以内にお金が自分の ATM に入るんだったらそれは側近ということにしましょうここではねじゃあ誰もが通る道で待つっていうことと側近を手にするため現実化するためには何をすればいいのかそれは資金なしで10万円稼ぐ方法を皆さんが欲しがっているわけですからそこに待ち構えていることなんですよじゃあ全く資金がないところで10万円まで稼ぐ方法そういうものがありますよ ネットで稼ぐ人って必ずここを通るでしょ。通りますよねだって何もないところから10万円稼ぐルート以外で100万円稼ぐことも1億円稼ぐこともできないわけですから必ずここを通りますよねもちろんこれかからら万万円円じゃなくても、も5千円でもでででいいんですよ。とにかく0から何らかの収益を得たいと思ってこのビジネスの世界に来るわけですから必ず通る道っていうのは0からるまる万円稼ぐっていうところなんですよ じゃあそこで何を持って待ち構えていけばいいのかってことですけども代表的なのがセルフバックネックネトですよね自分が A8 ネットをやり込んでとりあえず10万円稼ぐルートを作ったところで10万円稼ぐ方法のところに待ち構えていてじゃあ通行料は2万円くださいって言ったらどうですかだって2万円払ったら10万円稼ぐ方法が知れてしかも10万円が本当に稼げるとしたらやる人は2万円の情報っていう仕入れをして 体験という10万円の結果を出すことになるので、差額で8万円儲かるわけでしょ。で、今度はその人自身が同じように10万円稼げる方法を2万円で売る、3万円で売る、1万円で売るっていう商品ができちゃうわけなんです。つまり体験が商品になる。もしくは体験しなくても今の話を聞いて、なるほどそうだなと思ったら、やったこともないような A8 のセルフバックってものを知識として自分の中に取り組むことによって、やったことはないけど人を稼がすことができるっていう道すらできるわけですよ。だからこれが、 体験に勝る知識を持つってことなんですよね。どっちでもいいです両方だと一番いいですまあこういうふうにして必ず人が通るところに待ち構えて通行料をいただくっていうのがまあ一番簡単に側近を作る方法じゃないかなと思いますで私の場合はこの10万円稼ぐ方法を2万円以上稼ぐ方法っていうふうにしましたねで1万9800円で売りましたでお金はこのコーチをする前にもらうことにしました1万9800円ね 1> 1万 9, 円最初ににもらってまさに即金でしょ。出会った瞬間にお金もらうわけですから5分後にもらうどころじゃなくて1秒後にもらうっていう側近ビジネスですよでお金を頂い,いて2万円以上稼がすためにコツコツとマンツーマンで目の前でやればいいわけですからこれは簡単ですよねでそれを10人100人1000人とやっていくと私の方はどんどん経験値が増えて慣れていきますんでいろんな角度で稼がすことができるんですよ しまいには A8net だけじゃなくて AFB という別の A8net 以外の、えー、アフィリエイトサービスプロバイダーが使うようになったりとかしまいにはポイントサイトの MOPPY とか使うようになったりね、まあ、いろんなサービスが世の中にありますんでそういった情報を集めることによってじゃあ A8net が何らかの事情で使えない人には他のサイトもしくはアフィリエイトサービスプロバイダーが使えない人にはポイントサイトみたいな進め方をするとで最近でしたらみんなの銀行っていうね あのなんかアプリをダウンロードしたらなんか1000円入るみたいな仕組みがあってそれで30万稼げるわけですからじゃあそれを誰にも先がけてまず30万稼いでじゃあ稼げますよっていう情報を流していくとやりたいですって人に対してそれが聞いていくしかもこの「みんなの銀行」ってアプリは参加者からお金をもらわなくてもその福岡フィナンシャルグループがギャラをくれるわけですからこの話を聞く人とか実践する人に持ち出しはないわけですよねだからまさにこんなん最速で稼げちゃうわけなんですよさあそういういにしてビジネスを やろうとする人は必ずビジネスをする人が通る道に待ち構えていけばいいわけですよ、まあ、一番いいのがツルハシを売るっていう例ですけどもパソコン屋さんですよね <laughs> だってパソコンで稼ぎたい人がパソコン買わないってことはないですからスマホで稼ぎたいと思っている人がスマホを買わなきゃいけないんでじゃあスマホとかパソコンの販売者になればいいしスマホのケースを売る人になってもいいわけなんですよそうするとプログラミングのプロジも知らないホームページの一つも作れない人がスマホケースを売ることによってスマホで稼ぐっていうことすらできてしまうわけですよね まあそんな感じで稼ぐ方法は山ほどありまして、今回ね、まとめてお話しするわけですけども、うん、そうですね、ついでに言うと FX のこともお話ししましょうか。FX で稼ぐっていう到達点の前に、実は FX で稼ぐためのトレーニングっていうのがあります。練習試合ですよね。これがデモトレードになりますけども、その前にトレードができる基礎知識、機械の使い方とか、その概念とか、質問用語をまずは知ることから始まりますよね。だからこの、すべてのルートって稼ぐ、その、 段階っっててのがもう決まってるわけなんですよもう形にななっっちゃってるわけなんでですよでも10年前はそれがなかったんで本当に難しかったですだから一部勝ち組と言われた先に稼げた人がしばらくはフリーハンドで楽ちんで稼げたんですよでも次第に多くの人が同じような知識や体験を持つそういうふうになってくるんでさらにもっと難しいことやっていかないとっていうふうになってきて今はまあそこそこねあの競争が激化してるかなってことですけどもただ有利なポジションっていうのはこの時点でですよ この時点、令和5年の時点で、10年の実践経験がある人と、これから始める人っていうのは、まだ1年とか2年の経験しかないので、ここはもう埋まりようがないってことになっちゃいます。だから、2年とか3年やってる人がね、ここでやめてしまうのは、10年に向かうべき目を積んでしまうので、何をやってんだ、みたいな感じですよね。<laughs> うん、だからまあね、あのー、苦しいことは続きますし、難しいことは手を変え、品を変えね、自分の目の前にやってきますけども、すべてあれじゃないですか。 解決可能ななな問題ばかかりなんじゃないですか、うん、ただあちょっと不安に陥るのはみんなと同じことをやっていないってことですよね多くの人とは違うことをやってるんでそれこそお父さんお母さん家族に聞けば解決する問題がほとんどないってことなんですですんで専門家が必要になってきます今私が求められてますけどもタカさんも求められてますよね今度は私たちの熟成さんが求められるように熟成を育てていくそんな番になってきたんではないかなと思います